妖精の森美術館の紹介をしていきます。岡山県の鏡野町にある妖精の森ガラス美術館、ここではウランを使ったガラスを楽しむことができます。の前に上西原神社の参拝をしていきます。妖精の森ガラス美術館の横、鳥居があり、そこから徒歩3分で神社の社へと届きます。境内があり、山の中に佇む神社となっています。さて、ここから先は妖精の森ガラスの美術館を楽しんでいってください。さて、この上西原はウランの採れる人形峠があります。ウランガラスはほんの少しウランを溶かした綺麗なガラスのことに言います。紫外線が当たると発光するようになっています。ガラスの1000分の1がほんの少しのウランが溶けていても放射能は安全なものです。さて、ここからはしばらく光の世界をお楽しみください。さて、紫外線が当たると光るウランガラス、とっても不思議な光景ですよね。企画展と常設展があり、両方楽しむことができます。また購入して持ち帰ることもできるので、ぜひお気に入りのものがあればお手に取って帰ることができます。さて、そのウラン鉱脈の見つかった人形峠、妖精の森ガラス美術館から20分ほどの峠のところにあります。ウラン鉱脈の露頭が発見されたのが人形峠、岡山県と鳥取県の県境のところにあります。ここは放射能も出ているので厳重に警備されています。人形峠のアトムサイエンス館があり、そこではこの人形峠で採れるウラン鉱脈の話を楽しむことができますよ。解説などぜひ見てみてください。人形峠は豊かな自然に恵まれたところです。妖精の森ガラス美術館を中心に、鏡野町の主な産業であるウラン鉱脈のお話が楽しめるところとなっています。ぜひ岡山の県北に行った際に、人形峠付近のウランの鉱床など楽しんでみてはいかがでしょうか。氷水のトレイルもできることができます。さまざまな山を楽しむことができます。さて、ウランの光るのはその紫外線が当たってという話がありますが、部屋の光でも紫外線が出ているので、妖精の森ガラス美術館で買ったものは家に持ち帰るともちろん家の中で光りますよ。それが幻想的な風景を楽しませてくれます。非日常な風景を味わってみてはいかがでしょうか。岡山県鏡野町の妖精の森ガラス美術館を中心に人形峠とともに紹介してきました。ご視聴ありがとうございました。